私はパニコ、30歳の専業主婦です。もうすぐ4歳になる息子のレンと夫のユキヒロの3人で暮らしています。実はレンには卵アレルギーがあります。そのことは何回も義両親と義妹のまなみさんに説明し、義父とまなみさんは理解してくれているのですが、どうしても義母だけは分かってくれないんです。レンくん、ほら卵焼き食べる？義実家に行くとすぐに義母はレンに卵料理を与えてきます。この日も同じで、私は慌てて義母を止めました。お母さん、レンは卵がダメなんですって。あら、そうだったかしら。でもアレルギーなんて好き嫌いと同じよ。小さい頃から食べさせれば治るのよ。治りません。これは私がいただきますから。私は卵焼きをパクリと食べました。あー、レン君、欲張りママに卵焼き取られちゃったわね。かわいそう。私だってレンが憎くて卵を除去しているわけじゃないのに、何度言っても聞いてくれない義母。でも分かってもらえるまで何度でも説明するしかありません。私はアレルギーの危険性に関するネットの記事を LINE で義母に送りました。お母さん、これをよく読んでください。アレルギーの危険性が書いてあります。アレルギーは本当に危険で、下手すると命に関わるんですよ。レンのために目を通していただけませんか？そんなの読まなくたってわかってるわよ。でも好き嫌いは克服しなくちゃ。好き嫌いの問題じゃないんですって。レンを可愛がってくれるのはありがたいんですけど、お母さんがアレルギーについて理解してくださらないと、ユキヒロさんも私も安心できません。わかったわかった、理解する、する理解します。はい、しました。ねえ、それよりたまにはレンと二人で遊びに行かせてちょうだいな。もうすぐ誕生日だし、プレゼントを買ってあげたいのよ。それは全然わかってない。義母とレン二人だけのお出かけはなんとか断り、そのうちレンの誕生日がやってきました。誕生日会は我が家でやることになっていたので、義両親と義姉のまなみさんをご招待しました。義母は遅れてくるとのことだったので、義父とまなみさんが先に来て、もらったプレゼントで遊んでいる間に、私は誕生日ケーキの仕上げに取り掛かっていました。レンの誕生日ケーキは私お手製の大きいボールで作ったゼリーをお皿にひっくり返してフルーツを盛り付けたものです。こんにちは。義母が遅れてやってきたようです。私はキッチンにいたので声だけしか聞こえませんでしたが、しばらくするとリビングからユキヒロと義父の大きな怒鳴り声が聞こえてきました。どうしたのかと思いリビングに行くと、義母がホールのショートケーキをレンに食べさせようとしていたのです。ちょ、お母さん、やめてください。それ卵でしょ。私は慌てて義母を止めましたが、レンの目は初めて見るケーキに釘付け。でも私の言葉で食べられないことが分かり、レンは泣き出してしまったのです。それを見てもさらに義母はケーキをレンに見せつけました。あらあら、かわいそうなレンちゃん。ママがケチだからケーキも普段食べられないものね。おばあちゃんがケーキあげますからね。ほら食べなさい。お母さん、うるさいわね。アレルギーなんて所詮好き嫌いの延長なのよ。こんなに欲しがってるんだからあげなきゃかわいそうじゃないの。するとユキヒロが義母からケーキを奪い、キッチンの流しに叩きつけました。ああ、何すんのよ、せっかくのケーキが。いい加減にしてください。何度も言ったじゃないですか。どうして分かってくれないんですか。私はこれまでのイライラが一気に溢れてきて、これまでになかったほど激しく義母を責めました。私、この前にも説明しましたよね。アレルギーの危険性の記事も教えましたよね。あれでも理解できないんですか。普通誕生日はケーキって決まってるでしょ。誕生日なのにケーキも食べられない子供なんてかわいそうじゃない。台無しにしちゃったケーキのお金返してちょうだいよ。私は買ってきてなんて頼んでません。命の危険があるのに卵を与えようとするなんて、犯罪者になりたいんですか。な、犯罪者ですって。なんて口を聞くのこの嫁は。孫の命を縮めようとする犯罪者になんて、こんな言い方じゃ足りないくらいです。私の大事な子に何かあったらどうしてくれるつもりですか。だいたいアレルギー持ちに産んだあなたが悪いのよ。血管持ちの子供を産むなんて嫁失格よ。ねえ、マナミ、マナミもそう思うわよね。義母は
横にいるマナミさんに助けを求めました。しかしマナミさんは座ったままポロポロと涙をこぼしていたのです。え、マナミ？義母が恐る恐る声をかけると、マナミさんは涙を浮かべたまま義母に食ってかかりました。お母さん、なんで私と同じこと繰り返すの？私にだってアレルギーあったでしょ。そのせいで何度も病院に行ったのに。義母がハッとした表情をしました。マナミさんにはキウイアレルギーがあり、小さい頃は苦労したと教えてくれたことがあります。そのおかげでマナミさんはこれまでにもアレルギーに十分配慮してくれていました。パニコさんが嫁失格？それならあんたも嫁失格よ。なんでアレルギーがある体に産んだの？だってあんたは今は食べられるでしょ。だからレン君も食べられると思って。キウイは食べなくても済むからなんとかなってるだけよ。お母さんがデザートでキウイを出しても私は手をつけてないじゃない。それはでも誕生日はケーキって。結局お母さんは全然分かってくれてないんだよね。もう我慢できない。私あの家出てくから。これ以上お母さんと一緒に暮らしたら私の命だって危ないもん。するとずっと黙っていた義父が口を開きました。いや、その必要はない。え？マナミは家に残っていい。代わりに母さんにしばらく実家に帰っててもらうから。何あなた。黙れ。マナミの時といい、レンの時といい、何度お前は同じことを繰り返したら気が済むんだ。しばらく頭を冷やせ。これからのことは家に帰ってから話そう。待って、ねえ。帰るぞ。これ以上いるとパニコさんとレンが落ち着けない。でも今日は。帰るぞ。はい。義父は私たちに深く頭を下げて謝り、義母を引きずって帰っていきました。その後、マナミさんとユキヒロも交えて義実家で話し合いがあり、しばらく義母は実家に身を寄せることとなりました。義母は実家では跡取りの嫁と折り合いが良くないらしく、随分抵抗しましたが、ご利用して放り込んだそうです。そしてようやく平和な日々が取り戻せたように思っていたのですが、荷物？なんだろう。我が家に届いた宅配便の箱を開けてみると、そこにはまたまたケーキが入っていたのです。私はすぐに荷物の送り主である義母に LINE しました。お母さん、あの荷物何ですか？あら、届いた。仲直りの印、チーズケーキよ。みんなで食べて仲直りしましょうよ。私の方はパニコさんに言われた暴言も水に流してあげるから。ほんと、何も変わってないんですね。え？結局のところ、義母は全く反省なんかしていません。それがよくわかりました。いえ、何も。ケーキは私とユキヒロで美味しくいただきますから。では。私はそれだけ送ってすぐに LINE をブロックし、ユキヒロとマナミさんと義父に報告しました。もちろん3人とも大激怒。義母に問いただすと、義母はチーズケーキなら卵を使っていないと思い込んでいたようです。勘違いとはいえ、確かめもせずに同じことを繰り返す義母には、私たちもとうとう堪忍袋の尾が切れました。義父はもう面倒を見切れないと離婚を選択し、家を処分してから離婚届を郵送したそうです。義母が実家から追い出されても、もう義母が住んでいた家は更地になって跡形もありません。今では私たち3人家族は、義父とマナミさんと一緒に暮らし始めて5人家族になっています。義父もマナミさんもアレルギーについてちゃんと理解してくれているので、安心してレンを任せられます。パニコさん、今日は私が夕ご飯作るね。え、いいの？仕事帰りで疲れてるんじゃない？パニコさんだっていつも忙しくしてるじゃん。たまにはのんびりしなよ。ああ、もちろんレン君が食べられるメニューにするからね。うん、マナミさんのことは信用してるよ。お父さんのこともね。アレルギーって本当に大変だよね。私がそうだったからパニコさんの気持ちわかるよ。大変な時は頼ってね。ありがとう。ユキヒロの妹がマナミさんでよかった。私もお兄ちゃんの嫁さんがパニコさんでよかった。イシシ。あ、映っちゃった。イシシ。アレルギーは大変ですが、理解のある夫と
義理家族の助けを借りつつ、これからもレンのために頑張っていこうと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。